MLB 下部水真永翔太が無傷の3連勝。アメリカ大リーグは20日、各地で行われ、カブスの今永翔太は本拠地でのマーリンズとのダブルヘッダー第2戦に先発し、6回5安打3失点、5奪三振で、開幕から無傷の3連勝を飾った。試合は5-3だった。今永は防御率 0.84 でなリーグ単独トップ、3勝はリーグトップタイとなった。A の取ったわ。今永次勝てば月間見えるな。点はさすがに取られたか。6回3失点で勝ち投手になれるってすごいな。山本は前回5失点で打線に6点入れてもろて勝ち投手権利あったのに、リリーフ陣で逆転されたから勝ち負けつかずやったし。ランディ・ジョンソンみたいな球筋で打ちづらそう、怪我しなきゃ結構いい成績残しそう。後ろからのカメラで見ても球の出どころがわかりづらいな。山本とえらく差がついてもうたな。ドジャース・スカウト詰められてそう。聖夜に今永と、カブスは当たりばかり引いてるな、福留は大外れだったが今となったら安いもんだ。ウェイトトレしない派の山本をよくドジャースも取ったと思うわ。マエケンぐらいの成績残せば御の字だと思う。自責点で神話は崩れてしまったが、防御率リーグトップはすげえ。だ始まったばかりだからな。1年間でどれくらいになるか。今年の投手は今永が一番か。何気に今季は日本人サウスポーが絶好調。松井も菊池雄星も高騰してる。